新居にカーテンをつけていきたいと思います。 Amazon にありますこちらのブラウンの遮光カーテンを使います。4000円以下で4枚セットでレースカーテンもついていて、ニトリよりお求めやすいんじゃないかしら。ポリポリテカテカした感じもなく、柔らかで重厚感もあり十分な品質です。せっかくのセットですが、ちょっと今日は遮光カーテンとレースを別の2つの窓につけたいと思います。早速窓のサイズを測ってきました。カーテンをこのサイズにお直ししていきましょう。ここに三つ折りする分を足します。カーテンの下から2センチのところを谷折り、さらに8センチのところを谷折りで仕上げます。カーテンのこういう風になっている部分ですね。すると全部で120センチの長さが必要になります。長さが135センチある製品ですので、今回必要な120センチを引いた15センチメートル分をカットしていきましょう。では4枚のカーテンに下15センチのところをチャコペンで印をつけていきます。この印でカットします。カーテンの裏表に注意して裏に書きますよ。小学校の授業に使っていた裁縫セットを使っています。一生ものですね。皆さんは学校で何を作りましたか？エプロンとかナップザックとかお弁当包みとか、高校では割烹着を作りました。なんかついてた折り線を直角の目安に使っちゃいたいと思います。新卒とか下宿大学生のお部屋あるあるなんですけど、高確率でカーテンがつけられてないか、ニトリのカーテンがそのままついてて床に引きずってるとか、ニトリの梱包のシワがついてるとか、ありがちですよね。実は私もカーテン付け何ヶ月かやるやる詐欺をしていて、ようやく着手をしました。これで私もちょっと大人になれるのではないでしょうか。リビングの窓はすでにこれと同じカーテンがついているのですが、この値段でちゃんと遮光していていい感じなので、カーテンをつけていない人はこの動画の概要欄に商品のリンクを貼っておきますので、ぜひつけてみてください。今更なんですけど、この動画はあまり画面を見なくても楽しめるゆるいお茶会動画になっています。あなたもぜひこの動画をラジオにしながら腰が重かったお仕事をやってみてはいかがでしょうか。そういえばやる気って実は存在していなくって、やる気がない人が考えた概念らしいですよ。朗報がありまして、やる気っていうのはやっているうちに出てくるものだそうです。やり始めなければやる気は出てこないらしいです。難しいですね。でもやれば出てきます。始めることさえできれば出てくるらしいですよ。なんかやる気がないときは、そのやりかねていたお仕事をする道具をちょっと触ってみるとか、そんな感じから始めてもいいらしいです。やるのハードルをどんどん下げていきましょう。例えばお掃除をしないと、もうまずなんかウェットティッシュを触ってみるところからです。そしてちょっとだけ目の前のテーブルを拭いてみましょう。それだけらしいです。そういえばお裁縫をする前はテーブルも拭いてくださいね。私結構お家が好きなんですよね。インテリアって幸せになれますよね。カーテンの専門店って行ったことありますか？私はこの間カーテン絨毯王国っていうお店に行ってきたんですけど、カーテンだけでそこまでゴージャスさを演出できるんだなって感動しました。なんかフリフリなやつの仕組みとか見たら、布使いまくりで、このなんか型紙みたいなやつすごかったですよ。もしかして王宮の本質ってカーテンなんじゃないかなって思うぐらい、なんかカーテンがフリフリなだけですごい
豪華に見えるんじゃないですかね。あとは窓が始まっているところからじゃなくて、天井からカーテンをスタートさせるとホテルみたいになるんですよね。ホテルとかお手本にするとめっちゃいいんじゃないですかね。カット線だけ書いてたんですけど、折り線も書いておきましょうかね。こんなに大きな布を扱うのは久々なので、だんだんちょっと心配になってきました。なんか気分が停滞している人はカーテンを変えてみるのも手かもですね。今回のとかだと4000円で手軽に大胆にイメチェンできて、コスパもいいんじゃないですかね。気分も若返りそうですね。それで私というか最近の若者って、良いもの、幸せになれるものがすごいものと出会った時に、尊すぎて死ぬ、なんかその対象が輝きすぎてる場合には、なんか失明したって表現するんですよ。これって古典の恥ずかしをより大げさにした感じっぽくないですか？なんかご存知の通り、古典の恥ずかしって立派、優れているっていう意味じゃないですか。なんかその対象が素晴らしすぎて、隣にいるこっちが恥ずかしくなってくるって感性ですよね。なんかこれが恥ずかしいを通り越して衝撃が強すぎて死んでしまうっていう感性ですよね。でも清少納言がちょっとハッピーなことあった時に、おかげさまで寿命が鶴になりましたとか、源氏物語の源氏に接した人々が寿命が伸びたとか、完全に体調が良くなったって表現をしてて、なんかちょっといいなと思ってて、それで紫式部と清少納言をちょっと見習ってみようかなって。確かにいちいちすぐに死ぬ死ぬ言ってるのもなんか聞き声が悪い気がしますし、その尊いって言われている側の気持ちになってると、なんか死ぬって言われるよりも、おかげで寿命が延びましたって言われる方が嬉しいんじゃないかなって気づいたんですよね。なのでここ最近は寿命が延びそうな良いことについて、健康になれそうって感性で生きてます。もうそれ自体が健康的で良くないですか？それで新しいカーテンをつけるのも健康っぽくないかなと思ってます。ちょっとなんかまた心配になってきたんで、上から120センチちゃんと取れるかもう一回確認しようと思います。集中してたら忘れるんですけど、15センチ切り落とすことじゃなくて、ちゃんと120センチ確保されてることの方が重要ですよね。ちゃんと120センチ足りそうでした。このレースカーテンは洗濯干し部屋につけるのですが、天気に依存してお洗濯とかできないし、外出中に雨に降られるとかも嫌ですし、東京に来てからはずっと部屋干しです。ありがたいことに居室とは別の部屋が確保されているので、特に困ったことはないですね。むしろ楽で、花粉とか虫とかがつかなくてクリーンだと思ってるんですよね。実家は外干しなので、お日様に当てた方が衛生的だと信じてて、当時は部屋干しの CM とか見た時に不衛生だなって思ったんですけど、今や外干しの方が不衛生に感じてます。いや、人間変わっちゃうもんですね。はい、これで1枚目の茶こ入れ終了です。使
くづく自分のが都合良すぎてびっくりしました。でもこういう発見は好きです。背筋が伸びます。では2枚目です。大きくてヒラヒラしてるのでちょっと扱いが難しいですね。皆さんも大きなテーブルでやってくださいね。それでそういえば男の人の中にはトイレの前に手を洗うんだけど、トイレの後には手を洗わないって人がいるらしいんですよ。なんか自分の体は綺麗だというすごい強い信念があるみたいです。いや、さすがに引きましたよね。あとは海外だと食洗機でスニーカーを洗っちゃう人がいるらしいですよ。なんか高温だから OK みたいな、ちょっと厳しいですよね。ともかく、まあみんな自分のことは綺麗だと思って生きてるんですよね。頭が吹っ飛びそうになりますよね。でも面白いと思ってます。こういうアマゾンの奥地みたいな他人のアイデアはどんどん発掘していきたいですね。いや、できればそういうのを許容できる強い人間でありたいですね。まあ、新しい人間を、人間じゃない、新しいそういうアイデアを許容できる人って結構いつも見た目が若いなと思ってて、そういうなんか体力を保持し続けたいですね。そういう自分の矛盾に気づいて他人を許せるみたいな体力が欲しいですよね。東京ってそういう器の大きい人が多いんですよね。まあ無関心なだけかもしれないんですけど、でも皆さんめちゃめちゃ元気ですよね。なんか車に乗らない分ずっと歩いてますし、大きい駅とか歩くのてか、どの駅も大きくてめっちゃ歩くの大変なんですよね。むしろ地方民の方が運動が足りてないと思ってて、スーパーまでは車ですし、重い荷物は車に乗せますし、駐車場くらいしか歩かないんじゃないですかね。東京の人はすごい重い荷物も手で運んで帰りますよ。あとは休日の早朝からおじいちゃんの集団がラケットを背負ってめっちゃおしゃべりをしてるのを見かけます。近所の徒歩圏内にいくつかテニス場とかあって、すごいみんなテニスをしてますね。なんかこういう体力がないと東京では暮らしていけないんだなって思っちゃいました。逆にまあ東京を支えるのはこの体力なんですよね。東京といえば味付け海苔が売ってなくて困りましたね。まあそもそも関西に戻った時にちらっとお値段見たんですけど、すごい高いですよね。白子海苔が美味しかったんですけど、今や業務スーパーの韓国海苔に甘んじるようになってしまいました。東京のレストランやたらクレソン乗っけてくるんですけど、あとはお寿司屋さんで芽ネギに出会いました。なんからっきょみたいな味なんですけど、そこまで癖にならなかったんですよね。でもやたら出てきますし、どこのメニューにもあるのですごい人気なんだと思います。あとスーパーだとラム肉とパイナップルが絶対売ってるの、ちょっと関西だとなかったんじゃないかなと思ってて、最近はあるのかな、なんか海外の人向けなんでしょうかね。あとはちくわぶにも出会いました。関西人の人めっちゃ、まあ、絶対言うと思うんですけど、みんなぶって何みたいな、なんかちくわが高価だった時に入ってきたうどんのすごい太い小麦粉でできた練り物、おでんの具だそうなんですけど、食べにおでん屋さんに行ったんですけど、ちょっと食べなくていいですね。小麦粉の味がしました。
なんかちゃんと東京で一番人気っぽいおでん屋さんに行ったので、ちゃんとした正解の王道のちくわぶだったと思うんですけど、東京の友達は美味しいって言ってたんで、それはそういうものっぽいですね。はい、これで2枚目完了です。次は遮光カーテンの方をチャコ入れしていきます。天ぷらの色も関東と関西で色が違いますよね。関西は黄色で関東は茶色いんですよね。なんかその茶色い天ぷらを見た時に油変えてないみたいな言われもない悪口が関西人のなんか一番最初の反応、その茶色い天ぷらを見た時の第一印象、みんなそうみたいなんですけど、あれはごま油らしいですなんか関西は塩で食べたくて、関東はそのごま油で揚げたのを天つゆで食べたいみたいな違いがあるらしいですよ。ちょっと茶色にピンクは見えなかったので、ブルーのチャコペンを使っていきます。関東のスーパーでなんかネギの青い部分は食べれますって貼り出してあったんですよね。なんか関西だと多分九条ネギとかのせいだと思うんですけど、ネギは青い部分を食べるものみたいで、それで関東だと白い部分を食べるものっていう認識らしいです。面白いですね。うどんのつゆとかも関西に行くほど透明になっていくらしいですよ。なんかいいですね。あとなんかうなぎの味付けとか天津飯の味付けも違うみたいですね。こういうなんか文化的とか歴史的な違い、グラデーションすごい大好物なんですよね。こういうのを近代食文化研究会さんが結構ツイートしてて、めっちゃ感動できるんで、ちょっと概要欄に置いとくんで、皆さんも見てほしいです。引っ越しするとめっちゃ前のカーテンいらなくないですか？なんかぴったりはまるかなと思って持ってきたんですけど、何一つ合わなかったんですよね。5枚ぐらい余ってるんですよね。捨てるのもったいないじゃないですか。めっちゃ大きいやつなんですよ。メルカリとかに出したら売れますかね。でも安いやつなんでどうなんですかね。メルカリめっちゃいいですよね。ボロボロになっちゃったヘッドホンとかでも売れたんですよ。あとぬいぐるみとか、あとなんか0円で配られてた本とかも売っちゃいました。市場がホットだと本当に簡単にビューが伸びるんですよね。出品して直後にもうなんか3人ぐらいが見てるみたいな、数時間後にいいねがそこそこついてて、すごい時だと本当に翌日とか数時間後に落札というか購入されました。変わったニッチな需要があるんですね。ホットな市場で活動する重要性が分かりました。やっぱり人が多いっていうだけで結構本当に不思議なことが起こるというか、パワーがあるんですよね。ほんと成功ってバブルに身を置いたかどうかだと、バブルはどこにでもあるみたいな本を読んだことがあるんですよ。日本のバブルは終わっちゃいましたけど、バブルは探せはどこかに絶対あって、そのバブルを探して
バブルになるだろうスポットに身を置くことが大事らしいです。本当メルカリはそれを体験させてくれましたね。あとはバブルの探し方というか需要の知識ですよね。ぬいぐるみもなんか私は他人のぬいぐるみ欲しくないなと思ってて出品する気になれずに放置してたんですよ。でも妹に絶対このぬいぐるみ可愛いし売れるよ、なんかみんな買ってるよみたいなことを教えてもらったんでちょっとめんどくさかったんですけど出したんですよ。いやもう本当にすぐ売れましたね。あとボロボロのヘッドホンはなんかヘッドホンをめちゃめちゃ集めてる知り合いの人が本当にボロボロでもその中古ショップで購入してるのを見てて、そういう需要もあるんだなって。はい、これで3枚目終了です。4枚目、これが最後のチャコペンですね。まあこんな偉そうなことを言ってるんですけど、メルカリ始めるのに私めちゃめちゃ後からやりましたからね。なんか魚のオブジェとかいう商品名でお金、現金、お札を折り紙したやつとかが出品されてたり、イコカに、イコカ、スイカ、交通系 IC にお金が入ってて、そういうのが出品されたりしてて、現金が欲しい人のための闇サービスというか、まあちょっと治安の悪い人たちが使ってる印象だったんですけど、あれですね、なんか値下げできますかみたいなコメントとかもちょっと治安がと思ってやってなかったんですけど、結構最近は、本当に最近なんですけど、購入の方も、出品だけじゃなくて購入の方もやってみてるんですけど、まあまあちゃんと綺麗に梱包されて全然2、3日で届きますね。まあなんか購入するものによるかもしれないんですけど、本とか手芸用品とかは全然快適ですね。もうなんか販売やめちゃっている商品とかが手に入るのは本当ありがたいですよね。ヤフオクと違って低価格なやつとかもバンバンやり取りされてる印象がありますよね。ボタン？お洋服のボタンとかだとなんか手芸屋さんよりもメルカリで買った方が安かったですね。まあデザインによるかもしれないですけど。あとあれですね、私もよくやるんですけど、着なくなった服とかのボタンを集めてるマダムとかが、こう、一山とかで出品してたりしますね。そこら辺で売ってないようなデザインのボタンが手に入るので、めっちゃいいと思いますよ。多分安くはないかもしれないんですけど。はぁ、お直ししたい服結構溜まってるんですよね。なんかたるんできてるとかよれてるとか、サイズ直したいとか、今後まあ動画にしていきたいんですけど、よくこういうのないですか、なんかここがこうじゃなかったら買うのにみたいな、なんか余計な飾りがついてるとかボタンがダサいとか。私結構お直し前提で買っちゃったりするんですよね。まあ、それのせいで、そのお直ししたい服蓄えちゃってるかもしれないんですけど。なんかよくやるのはリボンを、可愛いフリフリな服が好きなんですけど、なんかリボンはそんなにたくさんいらないんですよね。なので、リボンを外したり、あとお母さんから譲ってもらった服とかも何着かあるんですけど、そういうのは肩パッドを外したり、そういうちっちゃいお直しをよくやります。まあ肩パッドも今流行りのチャイボーグなファッションとかだとあった方が
なんかイケイケなお姉さんになりますよね。逆に肩パッドない服につけてみるとかも面白いかもしれないですよね。ボタンだけを変えてみるとかも、なんかそれだけで本当かなりファッショナブルになるんで、皆さんもよかったらやってみてください。手芸屋さんだとそのボタンを全部変えると2000円ぐらいになりがちなんですけど、さっきも話してたメルカリだと数百円とかで済んだりするんで、まあちょっと覗いてみてください。ボタンといえば漂白剤を入れたら塗装が剥げちゃったんですけど、まあ当たり前っちゃ当たり前かもなんですけど、タオルはちょっと漂白剤で洗いたいので、最近ようやくタオルだけ別で洗うようにしましたね。はい、これで茶こ入れ作業全部完了です。次はこの線に沿っていよいよカットしていきます。ちょっと緊張しますね。それで私の薄い記憶なんですけど、家庭科の本に洗濯するときにボタンは外して洗えって書いてあった気がするんですよね。無理じゃないですか？意味わかんないですよね。それって縫い付けてあるのを外して洗濯して、洗濯するたびに外して付け直すってことですか？でもなんかクリーニング屋さんに制服を出すときはそんなだったような気もしますよね。なんか中学校の制服がボタン縫い付けられてなくって、金具で両面からパチンってやるタイプだったんですよ。もう全部そのタイプでいいですよね。3年来て別に日常生活で取れたことなかったんですけど、まあでも漂白剤でボタンが剥げちゃったら、もっと可愛いボタン探してつければ大丈夫です。より可愛くなると思います。っていうかなりました。なんか高級なボタンもいらないですよね。個人的にはくるみボタンが一番好きなんですよね。なんか塗装とかなくて布じゃないですか。見た目も可愛いですし、あんまり傷んだりすることないじゃないですか。なんか個人的には1万円以下の服あるあるなんですけど、ちょっとボタンの塗装が気に入らなかったりするんですよね。ちょっとやたらプラスチッキーに光ってるなって思ったり、ボタン変えるのもまあまあお金かかるんで、ボタンが気に入らないせいで買わなかった服とかあるんですよね。まあまあ、さっきボタン付け替えるのも楽しいアレンジですよみたいな話をしたと思うんですけど、普通にどんなデザインのボタンをつけるのか考えるの難しいんですよね。なんかちょっと暇がないと楽しく選べないですよね。手芸好きだなと思ってても、手芸案件というか直さないといけない服貯めてるんで、まあ難しいですよね。服じゃなくても、最近はドールハウスとかビーズの刺繍とかカルトナージュ、なんか箱を綺麗な紙とか布とかでくるんで、なんかおしゃれな小箱を作るみたいな、カルトナージュって言うんですけど、カルトナージュとかやりたいですよね。あとなんかクリスマスのリースとかも作りたいですね。なんかちょっとやりたいこといっぱいあるんですよ。困っちゃいますよね。ハーバリウムもなんかめっちゃ流行ってたじゃないですか。なんか流行ってた時はなんかオイルに草が入っててそれでみたいな感じだったんですけど、いや可愛いけど高いなとか、なんか作るまでもないなとか思ってたんですけど、こないだ百貨店というか丸いかなに行って、
クリスマスのハーバリウム見つけたんですよ。ちょっと可愛すぎて、なんか来年は誰かと集まってワイワイハーバリウムとか作れたらすごい嬉しいなって思います。お片付け箱とかも作ってみたいですね。なんか市販のやつあんまり、大きいお片付け箱って市販のやつあんまり可愛くないですよね。それで何を片付けたいかというと、なんか季節物の飾り、オーナメントが結構増えてきてしまってて、まあなんか旅行に行くたびに増やしてるからなんですけど、なんか流木とか貝殻とか、この間だとヒシの実とか拾って帰ってきてるんですよね。今トイレを博物館にしようみたいなコンセプトでちょっと飾りを増やしてて、いろんなものを持ち帰って試してみてるんですよね。そういえばお部屋を飾るの最近本当に好きになっちゃってて、なんか実家に床の間とか違い棚とかあるんですけど、昔は全然なんか、ここまでそういう飾り棚みたいなのに興味なかったんですけど、今のお家はそういう棚がないので、なんか必要なものだったんだなって、なんかあれあったら嬉しいじゃなくて私の中で必要なものになっちゃってるんですけど、絵とかもいっぱい飾り始めちゃったんですけど、なんだっけ、ピクチャーレールとか増やしてるんですけど、キリがなくて、いや掛け軸、なんか掛け軸っていうのの企画化された作品飾るのに素晴らしいなと思って、なんかいっぱい飾りすぎたらキリないじゃないですか。掛け軸だったらこうサイズもあんまり制約がなく、引っ掛けるだけですごい気分変えられるなと思ってて、なんかちゃんとスポットライトみたいなのもついてるじゃないですか。いやー、あれ大事でしたね。なんかあれぐらいでいいなと思って、なんか額縁高いじゃないですか。額縁が無限に増えそうな予感してて、ちょっと怖くて買えないんですよね。すごい大きいポスターとか、チェコに行った時のミュシャの、あれ A0 よりも大きいかもしれない。 A0 かな、 A0 なんかでも変な規格のやつなんですよ、海外製の。なんかああいうのとかも額縁を買いに見に行ったんですけど、いやー、なんか3万円以上する前提みたいな、3万円スタートみたいな感じしてて、ちょっと怯えて帰ってきました。やっぱり日本人には掛け軸と飾り棚が必要なんですよね。なんかどんなにグローバル化されてても、結構若者の日本人の中にも日本の独特の伝統文化を大事にしてるというか、気づいてないけどそこにあるみたいな、結構多いと思います。なんか YouTube の動画を作ろうと思った時に、演出の効果音とかを調べたんですけど、他の YouTuber さんとかめっちゃ和太鼓でドンドンみたいなのとか、あとはなんかオースみたいなのとか、あとは拍子木カッカみたいなやつとか、なんだろうな、あとは滑った時のチーンとか、あれ絶対ポクポクチーンみたいな、めっちゃ仏教なイメージのやつですよね。海外 YouTuber さんもそういう演出するのかな、めっちゃ疑問なんですけど、絶対和太鼓どんどんみたいなのやってないですよね。もうなんかバリバリザ・日本みたいな動画を私たちは摂取してるんだなと思って。
ということは逆に考えるとアメリカ人はアメリカっぽい楽器の演出をして、中国人は中国っぽい演出をしてるのかなと思って、なんかあの中華みたいな、あの本人は気づいてないけど海外から見たらバリバリその国感が YouTuber さんの動画で出てるのかなと思ってめっちゃ気になってきました。なんかそういう海外 YouTuber さんの演出のちょっと気づきがある人はよかったらコメントで教えてほしいです。めっちゃ知りたい。はい、これで3枚目カット完了です。ハサミの一部が切りづらいですね。ということでアルミホイルを使って研いでみたいと思います。ハサミでアルミを切っていくだけなんですけど、これ結構復活しないですか？十何年も使い続けてるので、たまにはこういうメンテナンスもいいですよね。さてさて、具合はどうでしょうか？なんか意外と切れ味悪いですね。この子の実力はここまでだったのでしょうか。まあでも気を取り直してザクザクやっていきます。でもメンテナンスするのって結構なんか心穏やかにならないですかね。私今めっちゃ包丁を研ぎたいんですけど、まあ包丁を研ぐのを趣味にしたいって言って1年ぐらいまだ研いでないんですけど、なんかそういう時間が取れたら幸せだなーって思います。まあ、なんで始まってないかというと、なんか下手くそに研いでより切れなくなったら嫌だなと思ってちょっと始められないでいるんですよね。すごい安いステンレスみたいな包丁って研いでも意味ないって言われてるじゃないですか。研いでも意味ないんですね。いや、よくわからないですけど、家にあるやつ何製か分かってないんですよね。なんかドイツの踊ってる人間の包丁とマゴロクとかはだったら研いでも意味がありますかね。なんかお店の人に頼んじゃってもいいと思うんですけど、なんかスーパーの前とか駅前とかに出張に来てる刃物研ぎ屋さんって結構なんかやばい工具でガーって研いでるみたいな、なんか包丁をギザギザにすることで切れるようにしてるみたいな、なんかいい包丁をダメにしちゃうみたいなのを聞いて、なんかお店をちゃんと選ばないといけないんだなと思って、ちょっとなんかその辺もめんどくさみというか、めっちゃちゃんとしたところに頼んだら高いんですかね。今思い出したんですけど、カーテンの耐用年数って何年ぐらいなんですかね。小学校の保健室のカーテンが障子並みの脆さになってて、プスプスポロポロカーテンを破壊して遊んでたのを思い出しちゃいました。悪い子ですね。はい、これで4枚すべてのカーテンが切れました。さてさて、それでは次はアイロンをかけていきます。アイロンで三つ折りの折り目をつけていきます。この折り目で
完成の形になるので、気合を入れてやっていきましょう。これが今日のすべてと言っても過言ではありません。ついでに待ち針も打っていきます。じゃーん、コンペイトーの待ち針でーす。作品なので待ち針としては使わないでとのことでしたが、可愛すぎて使いたいので使っちゃいます。もっと買ってもよかったですね。なんかコンペイトー以外もいろいろあった気がします。キノコとか、ハチさんとか。デザフェスで購入したんですけれども、デザフェスをご存知でしょうか？東京のビッグサイトで毎年行われている手芸などの作品の展示会です。5000ブースほどあって目が回っちゃうほど楽しいですよ。1日では見切れないですね。個人でも出店や参加もできるので、こういうのが好きな人はぜひ足を運んでみてください。1000円ほどで入場できます。化学繊維ですので、一番低温でアイロンを当てています。あ、なんかいつも低温なんですけどね。いつも低温のせいかわかんないですけど、アイロン焦がしたことないんですよ。まあそもそも人生でアイロンあんまりかけてないからかもですけど、アイロンって焦げるんですかね。なんかずっと手に持ってるのに焦げるんですかね。アニメだと焦げるみたいな描写ありますよね。はい、じゃあこれが最後のアイロンです。静かにアイロンを当てる時間が取れたら、なんか超癒しなのになって思います。まあかける人は何を犠牲にしてもアイロンをかけるみたいな、この意識の差かもしれないんですけどね。なんかイタリア人はパンツにまでアイロンかける、かけないとみたいな感じらしくて、ちょっと気合がすごいですよね。なんか日本人だと結構アイロン当ててる人少ないですよね。お裁縫だとアイロンは一番大切な工程ですよね。最近は何でも下準備が全てだとつくづく思い知らされますね。お料理もプログラミングもカンナ掛けもお化粧も下準備にプロの本質がありますよね。下準備が一番難しくって、それで忘れられやすいですよね。華やかではない、名前がつかない作業、名前が知られていないような作業を見抜いて、その価値に感謝できるようになりたいものです。新しいことを勉強すると新しく感謝できることが増えていいですよね。感謝の解像度が高くなりますよね。なんか太宰治もそんなことを言っていたような気がします。太宰治さんの正義と微笑の一文がめっちゃ好きなんですけど、ちょっと読み上げていいですか？勉強というものはいいものだ。代数や幾何学の勉強が学校を卒業してしまえばもう何の役にも立たないものだと思っている人もあるようだが、大間違いだ。植物でも動物でも物理でも化学でも時間の許す限り勉強をしておかねばならん。日常の生活に直接役立たないような勉強こそ将来君たちの人格を完成させるのだ。何も自分の知識を誇る必要はない。勉強してそれからケロリと忘れてもいいもんだ。覚えるということが大事なのではなくて、大事なのはカルチベートされるということなんだ。カルチャーというのは公式や単語をたくさん暗記しているということではなくて、心を広く持つということなんだ。つまり愛するということなんだ。
学生時代に不勉強だった人は社会に出てからも必ずむごいエゴイストだ。学問なんて覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。けれども全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。これだ、これが尊いのだ。勉強しなければいかん。そうしてその学問を生活に無理に直接役立てようと焦ってはいかん。ゆったりと真にカルチベートされた人間になれ、ということらしいですね。皆さんは最近どんなことを学んで、どんな気づきを得ましたか？なんかいいことがあったらコメントで教えてくださいませ。私大学卒業したんですけど、まだまだ勉強したいことが多いんですよね。最近だと YouTube で良質な勉強動画がたくさんあって、本当にこの時代に生まれてよかったなって思います。夏井いつきさんの動画とかめっちゃ見てます。昔プレバトっていう番組をチラチラ見てて、芸能人の人がいろんなことに挑戦してて、その一つに俳句があって、その先生として登場するんですけど、 YouTube でも俳句の解説動画をアップされてて、国語を学び直したくなりますね。なんか助詞の使い方の動画がすごい良くって、助詞の使い方だけでかなり演出が違って見えたりして、なんかその違いで結構感動しましたね。やーとかにーとかおーとか脳の使い方というか、サミダレや大河を前に家に剣の句の解説で、これを全部脳にしたら、サミダレの大河の前の家に剣ってなっちゃって、ただの場所案内ですよねみたいな話とか、なんか日本語としては成り立ってるけど、ちゃんと助詞をうまく使わないと、なんか盛り上がりに欠けるんですよね。あとは語感を表現、句の中に表現しましょうみたいな話とか、簡単に臨場感のある句になって、結構俳句の本質っぽい考え方ですよね。そんなこんなしてるうちに、大学の先輩と先日句会をしてきました。なんか秩父にもみじ狩りの旅行に行ってきて、なんかその先輩が前から旅行に行くたびに句を書いてるっていうことで、短冊を貸してもらって、筆で一緒に句を書いてきました。これはちょっといい趣味になるかもしれないですね。人生の楽しいシーンを切り取って保存するのって面白くて楽しいなと思って、なんか俳句やってて思ったんですけど、枕草子の春は曙みたいですよね。こう四季でエモいみたいなシーンを切り取って集めるってことですよね。なんか俳句って古代の TikTok だなと思って、あとサウンドオブミュージックの My Favorite Things もそんな感じの歌詞だったかなって。絶対聞いたことありますよね。みたいなやつです。なんか悲しい時にさえ嬉しくなっちゃうようなものを列挙している歌詞で、猫のおひげとか贈り物とか学校がお休みの日とか、まつげに乗る雪の結晶とか、なん
か昔から知ってたような気がするんですけど、改めてなんか歌詞が良すぎて楽しくなれるアイディアだなと思って、最近ほんと気に入ってて、なんかそのミュージカルかな、ミュージカルの女の子たちが着てる白いドレスみたいなパジャマに憧れて買っちゃったんですけど、これは完全に妖精になれたので皆さんも買ってほしいです。一緒に妖精になりましょう。はい、アイロンが完了しました。それではいよいよお待ちかねのミシンです。長かったですね。まずはレースカーテンにこちらの白い糸を使います。それではセットしていきましょう。これなんか意味あんのかなみたいな、小さいチョボとかにもクリーンってかけたりしてちょっと心配になっちゃいますよね。でもなんかいつも動いてるのでそんな感じでいいんですかね。はい、それでは糸のセットが完了したので試し縫いをしてみたいと思います。さっきの切り落としたカーテンの切れ端を使います。細かいかも。なんか目の大きさを変えるボタンを触ったんですけど、ちょっと変わらなかったのでこのまま行っちゃいたいと思います。待ち針を踏んじゃわないことを確認して早速縫い始めていきましょう。どかな。めっちゃ目細かすぎるんだけど、やばいわ。元のカーテンの縫い目と比べると細かすぎるんですけど、ちょっと変ですよね。もうちょっとミシンの
目の粗さの設定をやり直したいと思います。変わらないんですけど、どうしよう。もう一回やります。なんか縫い目の粗さのボタン光ってないんですよね。これでマックスなんですけど、諦めてこれで進めちゃいましょうか。いい感じ。それでアリエクっていいですよね。あの中国のショッピングサイトなんですけど、本当に世界の工場って感じがします。シッピング、輸入代、送料込みとかで、そう、さっきのサウンドオブミュージックみたいになれるパジャマとか2000円でちゃんと届きました。輸入なんで2週間ぐらいかかるのがちょっとネックなんですけど、あとはあれですね、糸がペロンってちょっと出てるかもしれないです。端々のなんかレースとかから。あとあれでした、リボンが左右対称じゃなくてちょっと切った方がいいかもみたいな。でもそれ以外は本当に満足なんですけど、なんか日本のショップとかリアル店舗で探すよりもなんかちょっとワクワクするやつがいっぱいヒットすると思います。皆さんもマイフェイバリットシングスの音楽をかけて妖精になって踊ってください。絶対いいですよ。ご機嫌になれますね。想像するだけで幸せに浸れたり、想像するだけで健康になれる気がするものを集めてるんですけど、オーブンの音と熱とか、あのこれは学校から帰った時にお母さんがケーキを焼いてくれた思い出があるからだと思うんですけど、あとはまな板がトントン鳴る音とか、まな板トントン鳴ってほしいので、なんか多分今プラスチックの薄いやつが結構流行ってると思うんですけど、トントンするために木のやつを使ってます。木のやつの方が嬉しくならないですか。あとは溶かしバターとか、なんか見るだけでも嬉しくなっちゃうなと思ってオープニングにも使っちゃいました。あと普通にさっき言ってたかもなんですけど、アイロンを当てる時間、アイロンの香りもなんかいいなって思います。クラッカーの音と香りとか、風船とかお寿司とか、めでたいものは嬉しいですね。
とは洗いたてのシーツとか、新品のすごいしっとり肌に馴染んでくるタイツとか、遠くに行けそうなものも好きですね。旅行っぽいってことかな。麦わら帽子とか、大きな船とか、列車とか、飛行機とか。なんか旅行ってもう、そういうのに乗ってる時間がすでに楽しいですよね。そういえば、先日百貨店に行ってきたんですけど、話題の白の香水の香りを一通り試させてもらいました。で、完全に性格のいい女の子の香りですねなんかリリーの香り思い出すだけで幸せになれるんですけど、香水全然使わないんでちょっと会話しなかったんですけど、妹とシェアとかして買っちゃおうかな。はいはい、出来上がりました。どうですかね。めっちゃ細かくて笑う。まあでもわからないですかね。え、なんか出来悪くない？ほつれてるんですけど。まあでもね、とりあえずこれで1枚完成というわけで、他のやつをやっちゃう前に試しにつけてみようかなって思います。え、ちょっと待って、ちょうどボビンなくなってますね。今日はニトリのリングライナーを使ってカーテンを吊るしたいと思います。カーテンをぶら下げる方法って日本だとレールが一番多いと思うんですけど、海外って結構リングをポールに通すタイプとか、生地に直接ポールを通す穴がついてるタイプとかが多いですよね。滑りの良さは確実にレールなんですよね。でも今回は普段開け閉めしないカーテンですので、手頃なリングタイプにしたいと思います。レールだと数千円だけど、リングだと全部100円で揃いますのでね。ちなみにリングはニトリの方が安いと思います。100円以下でした。よいしょ、全部これでつきましたね。じゃーん、ぶら下げてみました。悪くないですね。丈もぴったりそうです。さてさて、ボビンがなくなってしまったので巻き直したいと思います。え、待って、ボビンに糸通すのってこんな難しかったでしたっけ？ちょっとやばいんですけど。はい、巻き終わりましたんでね、糸をセットします。結構なんでこの引っ掛け方で動くのか分かってないんで、儀式って感じがしますね。
完成された引っ掛け方なんですかね。なんか昭和ぐらいからこんな感じの板の引っ掛け方するんですかね。どのミシンもだいたい同じ引っ掛け方しますよね。よしと。それでは2枚目も縫っていきます。よいしょ。でもあれですよね、ミシンの針の周りというか縫い目の出来方というか、ボビンと針の動く様子だったら見たことがあります。ウィキペディアに載ってたんですけど、なんか縫ってるというか、ほんと編んでる、編み物みたいですよね。どうかな。うん、いいよね。というかミシンのウィキペディアで衝撃の事実を発見しちゃったんですけど、ミシンの語源、英語のソーイングマシーンのマシーンがミシンみたいなんですけど、ちょっと辛くないですか。あの、同じ英単語なのにカタカナ表記が違うやつめっちゃ苦手なんですけど、他の普通に機械のことを全然マシーンっていう日本語であるじゃないですか。なのに同じ英単語のミシンのことだけミシンって名前で呼ばれてて、ちょっとやばいですよね。一つの英単語なのに意味によって発音を日本語だけでカタカナで分けてるみたいなやつ、意外とまあまあありますよね。ちょっとあんまりいい例が思い浮かんでないんですけど、なんかローンチとラウンチなんかの新しい企画を公開する方のローンチと、なんかロケットランチャーのランチャーというか、アプリケーション一覧するやつのことランチャーとか言うじゃないですか。同じ英単語のラウンチから来てんのに、ローンチとランチャーのことランチって言ってるじゃないですか。ロンなのかランなのか、ちょっと日本語化するときにはっきりしてほしいですよね。え、めっちゃ困りません？あとはなんか、一般的にユニークって言われたら、変わってるねみたいな、ユニークなアイデアだねみたいな感じだと思うんですけど、同じユニークっていう意味の単語、なんかちょっと大学で勉強した人はユニークっていう発音で、1位のっていう意味で、その同じ単語なんですけど謎にアクセントを変えることで別の意味ってわかるようにしてるみたいな。それでは下の部分もシャーッと縫っていきます。なんか日本語の簿記とかも英語のブックキーピングみたいな感じらしいですよ。なんか英語の発音が無理やり日本語を当ててるみたいな。なんかお肉の鶏の焼き鳥のハツとかもハーツの心臓がカタカナでハツみたいななってるじゃないですか。で、こういうなんか外来和製英語なのかな、和製英語ではないのかな、和製英語ではないか、
まあね、言葉が入ってきた当時の人の気持ちに思いを馳せてエモくなっちゃいますよね。なんかビタミンとかウイルスとかエネルギーとかもこの類だと思ってたんですよ。なんかいい加減な読みカタカナを当ててるなと思ってて、まあ、ちょっとさっきの一単語から複数の読み方、読み音、カタカナ音をつけて別の意味を持たせてたりするみたいなんじゃないんですけど、なんか英語の読み方をなんか英語の発音からじゃなくて綴りから適当に間違えた日本語にしてると思ったんですよ。例えばビタミンとかも英語だとバイタミンって言うじゃないですか。ウイルスもなんかウイじゃなくてバイルスじゃないですか。なんか読み方が全然英語で違うやんみたいな。エネルギーのこと本当にエネルギーって言っちゃったもんですけど、英語読みだと普通にエナジーの方が近いじゃないですか。まあでもちなみにエナジーとエネルギー同じ単語なのになんか違う日本語、カタカナ日本語として、なんかどっちも多分辞書とかに載ってそうですよね。なんかこの辺が英語の読みを、まあ、読み上げ方、発音を間違ってオリジナル日本語で読み上げた、なんかあのヘボン式とかで読み上げちゃったみたいなシリーズだと思ってたんですけど、意外とこれドイツ語っぽかったなって。なんかビタミンってドイツ語でビタミンっていうみたいで、ウイルスも、まあウイルスではないんですけど、どちらかというと英語よりもドイツ語の発音に近くって、だからエネルギーとかもエナジーを間違って読み上げてるって思ったんですけど、普通にドイツ語だったっていう最近の気づきですね。まあ、それにしてもソーイングマシーンをマシーン、ミシンだけで読んじゃうって結構やばくないですか。まあでもすごい普及するとどんどんそうやって短くな、普及、まあ、身近な感じになるとそうやって短い名前で呼ばれるんですかね。なんか携帯電話が携帯って呼ばれるみたいな、自動販売機が自販機って呼ばれるみたいに、親しみを込めてどんどん知らないですけど、いやなんかちょっと略数激しすぎではと思ってたんですけど、なんかすごいこの間いい動画を見て、なんか英語の電車トレインも、あ、トレインオブバゴン、連なった貨物って呼んでたやつをもうトレインだけで、連なっただけで呼べるようになるみたいな。あとピアノもフォルテも出せるチェンバロっていう名前だったのがだんだん短くなってピアノになっちゃうみたいならしいんですよ。ちょっとすごい激しい、なんかそこを切り取るんだみたいなところありますよね。もうトレインの話とかピアノの話とか全部ゆる言語学ラジオで最近 YouTube で見たんですよ。でもなんかちょっと目から鱗情報多いんで、皆さんももしこういうのが好きであれば見てください。なんかあの辞書を端から端まで読書しちゃう人が動画をやってます。多義語の話とか、なんか言葉の意味の本質に迫れてすごい愉快でしたね。あと実は日本語文に主語はないみたいな話とか、もう話題提起に過ぎないみたいならしいんですけど、あと助数詞の回とかも、ちょっと動画本当に何時間経って非常にいいんですけど、かなり面白いです。はーい、これでレースカーテンの方は完了です。助数詞ってあれですよ、物を数える時のお箸一膳の膳とか本一冊の冊とかについてです。は
いい感じじゃない？もう素朴すぎて全然一見面白くなさそうなんですけど。次は茶色いカーテンを塗っていきます。100均のこの茶色い糸を使います。英語には助数詞ないじゃないですか。そんな感じで英語をはじめとする世界中の言語をこの助数詞で、助数詞っていう観点から比較した話とか。ではまずこの茶色でボビンを巻いていきましょう。英語だとなんか日本人はみんな厄介に思ってる漢詩のザがあるじゃないですか。そのザが日本語で言う助数詞みたいな奥行きを出してる話とか、それぞれの言語話者の見え方、捉え方について思いを馳せられるんですよ。あわわわわ、なんか軽すぎて、めっちゃ棒に糸絡んでんだけど、なんか軽いとボビンって巻けないんですか？ダメやん。でも軽くて棒から飛んでっちゃうんだけど、めっちゃ巻き方汚いんだけど、これ使えんのかな？これほら、きらめの舞です。これでいきます。言うていつもなんかいけるんですよ。まあこういうなんか物の数え方を一つとっても世界に思いを馳せられて平和な感じがしますよね。まあみんな違ってみんないいと思いますよね。なんかこういうのも今流行りの多様性の話なんじゃないかなって思います。気が向いたのでミシンについて糸通しを使ってみたいと思います。いつも手で頑張って通しちゃうんですけどね。めっちゃ糸がオイルでテカテカになったし。それでは試し縫いですかね。よいしょ。どうかな。ちょっともう一回やるかな。まあとりあえずいいことにしましょうか。本番縫いしましょう。
おお、これは。やい、やっちゃいましたよ。なんか、こっちは問題ないんですけど、ミシンの針が折れてしまいました。新しい針をつけます。予備があってよかったです。なんかまた指がぬるぬるになったんですけど、まあついたので良いです。なんか糸通し使えなくなってますね。ちょっと戻ってこないんですけど。はあ、再び試し縫いです。いけてることにしましょう。ちょっと遮光カーテンが分厚すぎるみたいですね。また折れないか心配です。針は折れちゃいましたけど、遮光カーテンっていいですよね。働いてる人とか、ちょっと無理しがちな大学生とかは、絶対遮光カーテンにした方がいいと思います。朝日のこと大好きだったんですけど、なんかたまに眠れない日というか、夜遅くまで起きてて、朝まで寝たい日とかは、やっぱり朝日が差すと、ちょっと、もう少し寝させてよって思っちゃいますよね。そういえば、アメリカの軍とかは、寝る訓練とかもするみたいですよ。やっぱりどんな環境、どんなにストレスがあっても、眠れる人間の方が強いですしね。人間というか、もう生物としての強みですよね。ともかく眠れない人は眠るのを訓練だと思ってもいいかもしれないですね。とりあえず一番分厚いところが折れずに縫えましたね。あと下の横の部分はきっと大丈夫なので、ガーッと縫っていきましょう。眠れない夜はお風呂に入ってみるとか、お風呂に入れなくても腰をシャワーで温めるとかでもいいみたいです。それも無理なら足だけでも温めるといいみたいですね。あとはシャッフル睡眠法とかいいですよ。簡単に言うと羊を数えるみたいな感じなんですけど、なんか適当に一個文字を選んで、まあしりとりじゃないんですけど、その文字から始まる言葉をひたすら並べていくみたいな。あーだったらあんことかあんぱん、ちょっと甘いやつばっかりになっちゃいましたね。アリとかをひたすら数えると、数える、ひたすら羅列していくみたいな。
個人的には結構おすすめできるので、眠れない日にはどうぞやってみてください。はい、何があったかというと、茶色の糸がなくなってしまいました。もうこのグレーの糸しかありません。幸いまだ茶色のボビンは残っているので、表は茶色でできそうです。裏はやけくそですが、さっきのグレーを使うことにしました。悲しみ。100均糸にこういうデメリットがあるとは。カーテン1枚縫えないんですね。ああ、ちょっとだけ前何かに使ってたみたいなんですけど。幸せな気持ちで目覚める方法に興味があって、まあ私はほぼほぼなんか大事な日にしか目覚ましつけないんですけど、まあその自然に目覚めるのが一番気持ちいいんで、まあそれでいいんですけど、それはそれとして快適に目覚めるためのデバイスというか工夫に興味があるんですよね。なんかさっきも言ってた気がするんですけど、睡眠を制するものは人生を制すると思うんですよ。もうともかくストレスなく快適に 100% 発揮するために、こう目覚まし音以外で優しく起こされたいんですよね。駅員さんがシフト絶対失敗しないように、時間になったらベッドが膨らんで転げ落とされるみたいな、なんかそれで絶対目覚められるみたいなんとか多分有名だと思うんですけど、あとはオフィスで眠そうな社員に冷風当てるやつとか、ちょっとバイオリンスで笑っちゃったんですけど、まあそれだけ致命的か、まあ効率に一生懸命なんですよね。まあバイオリンスじゃなくても風が頬を撫でることによって起こしてくれる目覚ましがダイキンと京セラからあるらしいですね。なんか個人的な理想としては、もうちょっと優しさに包まれたくって、なんかご飯の炊ける香りで目覚めるのいいなと思ってるんですよね。まあでも寝室とリビングが別なんで、ちょっとまだ実験できてないんですけど、でもまあいざ一緒の部屋で炊飯器さんと一緒に寝たら、なんか香りじゃなくて多分タイマーがカチッて入るスイッチ音とかで目覚めちゃうと思うんですよ、私は。まあなんであんまりちょっとイメージと違うなって感じなんですけど、ちょっと見てください。こっちがこんな感じで、裏は途中から白くなってます。こっちが表です。まあ別に見えてないですかね。なんかグレーの糸よりもむしろ目が細かすぎて穴がちょっとポツポツ陥没してる方が気になりますね。つら。まあでも茶色が一枚完成ということで。やっぱり生き物はあれですね、目に光が入ると目覚めるっぽいですよね。でもなんか太陽が上がってても寝たい日もあるじゃないですか。そうするとやっぱり遮光カーテンってことになってくると思うんですけど、でも光が優しくちょっとだけ入ってた方が気持ちよく起きれるんですよね。
やば、つら、つら、なんかグレーの糸絡まってるんですけど。なんか布が分厚くなって上糸と下糸の調子がちょっと違うくなって表にグレーの糸が見えちゃってます。ちょっと綺麗にしたけど大変なことになってます。ピエン、ミシン失敗したら大変よな。ちょっと綺麗になった、綺麗になった、見て、ちょっと見えてるけどな。っていうか見て、途中から縫い目変わってんけど、もうマジ意味わからん。ということで、上糸と下糸の強さを調節して再挑戦します。それで、遮光はしたいんですけど、なんか起きたいぐらいの時間には光が入り始めてほしいんですよ。そこでなんか自動でカーテンを開けてくれるデバイスがあるらしいんですよね。マジで縫い目が大きくなった。最後の一枚で急にカーテンっぽい縫い目の幅になりました。っていうか、縫い目のボタンのランプ光るようになってるんですけど、もうマジ無理。それで一応レールに引っ掛けるだけで、アプリからタイマーでカーテンを開け閉めできるらしいです。それでなんか3種類ぐらいアマゾンに売ってるんですよね。これどれがいいんですかね。あとは多分左右で1つずつ、その7000円ぐらいするんですけど、1個多分2つ必要なんですよね。まあでも欲しいなと思いまして、最近気になってたんですよね。そういえば人から聞いたんですけど、なんかバイオレンスでもいいからとにかく置きたいって人は、なんかルンバとかお掃除ロボットあるじゃないですか、
あれで目覚めるのはいいらしいですよ。なんか同じ部屋で寝て、そのタイマーかけといて、朝ルンバに惹かれたらさすがに起きるよねみたいなアイディア聞いてめっちゃ笑っちゃったんですけど、でも膨らむベッド買うよりは手軽なんじゃないかなって。まあ手軽って言ってもあれですよね、普通にまあまあしますよね。なんかお家に D ボットっていうルンバみたいなお掃除ロボットがいるんですけど、まあ4万ぐらいで安くていいですよみたいな話をしようとしたんですけど、ルンバって7万ぐらいすると思ったら、なんか今調べたらあれですね、最近は4万ルンバも4万ぐらいからあるんですね。まあでもルンバ水拭きできないんで、 D ボットだと水拭きできてめっちゃ床気持ちいいですよ。それでは最後の一脱いです。エコワックスって中国の会社の D ボットっていうお掃除ロボットなんですけど、ほんと悪くないですよ。階段移動できないんで、もうなんか2階の分も欲しいぐらいいい感じです。モーター音うるさいんですけど、毎日朝起きたら床がもうピカピカっていうのはかなり健康にいいなと思ってて、ほんと体験したことないぐらい清々しいですね。お掃除ロボットのことルンバではないんですけど、お家でルンちゃんって呼んでるんですよ。もうルンちゃんを導入するとほんと人の意識が変わりますよ。人ってなんかこう誰かのためになら頑張れるんですね。ロボットのためにでも頑張りますね。人って変わるの難しいじゃないですか。それがロボットを導入するだけで変われるんですよ。ルンちゃんが動き回りやすいように床に物を置かないようになりますし、寝る前までには片付けようって思います。なんか自分が掃除するときルンちゃんを一緒に稼働させるんですけど、一緒に掃除してるとなんか掃除を共にやってくれる仲間になります。ルンちゃんもやってるし自分もやるかみたいな。まあデメリットとしては、なんかまあ当たり前なんですけど、スマホとかもそうなんですけど、まあ、どのロボットにしろ充電式だと思うんですよ。バッテリーって2年ぐらいしか持たなくって、なんかだんだんへたってくるんですよね。まあ、ルンちゃんに惹かれて目を覚ますっていうのは、まあ、一人暮らしじゃないとちょっと他の人にうるさくて迷惑なので冗談として、アップルウォッチとかフィットビットめっちゃいいですよ。実際腕に巻いて寝て振動で起こしてくれるんで、他の人起こさないで済むし、結構起きやすいと思います。まあなんか私は肌荒れして使わなくなっちゃったんですけど、買うならフィットビット良かったですよ。あのバンドの長さが男女でサイズがあるので、ちゃんと見てから買った方がいいんですけど、あの密着してないと心拍とか取れないんですよね。なんかずっと心拍を取る生活してたらすごい面白かったですよ。眠ってる時って30ぐらいなんですよ。なんかでも変な夢見てたりしたら心拍が120ぐらいあって、いや死にそうみたいな日中もなんか眠くなってる時はすでに心拍が落ちてて、この時間眠たかったんだなみたいな振り返りができますね。まああとは自分割と日中普通過ごしてて心拍100超えしててちょっと怖くなっちゃいましたね。なんかスポーツやってる人のを見せてもらったら日中でも40ぐらいで長生きしそうだなって。今日めっちゃハプニング多くないですか。針は折れるし、途中でボビンはなくなりますし、茶色の糸も途中でなくなっちゃいましたし、
縫い目の大きさのランプがつかなかったり、ちょっと経験値が増えちゃいましたね。あと糸通しも初めて使った気がします。いつも手で頑張っちゃってるんで。あとは上糸と下糸の調節初めてやったんじゃないですかね。なんかいつも適当にやっていい感じにできてたんで、今回ミシンの学び直し感ありますね。はい、完成です。どうかしらね。どうですかね。まあちょっとこんなもんということで、今日はこの辺はまあまあ綺麗にできてるんですけどね。では付けに行きましょうか。最近のフックはこうやって深さが微調節できてごまかせますね。ポールにリングを通して。レースカーテン完成です。かわいいお部屋になりました。茶色もつけていきましょう。いい感じじゃないですか。おかげさまで無事完成しました。次回はコストコに参りましょう。チャンネル登録とグッドボタンのクリックをしていただけますとまたお会いできますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。